大物ハニーコースターです。通り過ぎます。角に向かって歩いてます。東に向かいます。はい、東北東の角の方に行きます。ドライウェルで入り口、これこの辺は 9.0。 よし、レールが、まあ、こっちが回ってるよな。うん、そうね、外側に曲がってるね。うん、やっぱ感じはさ、これはさ、こっちから受けて、ここヒビ入ってるからさ、ちょっと、このヒビこっち。こう来て、こう割れてるよね。だからやっぱり、この辺の配管とかさ、それから、あんまり画面出てきてないよね。そうね、別にな、ここからの風だよな。そうね、だからここは人の数が関係ないじゃないの。関係ないね。上から押されたっていう感じですね。うん、それからだね、落下物を見ろとか言ってた。あ、そうだね、天井が高いところって言ってた。このガラスが高いから、あそこのほら、この四角いやつ、はいはい、ルーバーついてるやつね、これ変圧器。うん、それから上があれでしょ、ケーブルトレイでしょ、はいはい、
こんなん全然ダメにできてないよ。この辺は高いところなかったよ。この辺り。そこら辺はみんな低い。こっちはあるけど、あれは違うよね。あの、資料上要求されたらこっちじゃない。やっぱりこの辺4番だったの、この辺4番。大体7。でもこれ片付けられてるから、当時の状況と違うよ。これはしかし何ですか。これは抜けてるね。これは8。これは何？この辺の下は高いのかな？了解だ。この辺に入ったもんね。引っ越していかないと。ここがさ、引き張ってた入り口なんだよ。ブロックが積んでるから、中見えないんだね。ああ、なるほど。あ、ちょっと待って、フォーカスがおかしい。7.6。 7.7mm。 もう一回さ、なんか足りたもの取れるだろ。俺がないか。これちゃんと取ってるか、それだけ。取れてるのかな、これ。わかんないけど。これが、13。この辺、この辺高いの、この下のところ。13。だからお前なんか、それが原因だな。うん。ヘリベットが逃げたるいてる。32、こっちか、FCU。 最上方向点が30。ここにない。最上方のクロスト。え？最上方のクロスト。下が34。じゃあこれだ。あっちの方が下がらないけど高い。これ高いですね。これ高いの取っといてね。43。40。三回目もう、そうだね、ここ。13.8。10。この中に入ってくると下がるね。これなんか綺麗だね。綺麗。10.6。これ高いよ、これ。
出る気ですよ。あ、キップの危機室。え？キップの危機室。キップの中出てくる。カメラさん出て。はい、カメラさん。はい、出る。入ってないことを確認しました。